仕事を辞めることになりました。帰りたいと思います。はい、どうもこんにちは、あかりです。こんにちは。はい、本日はご報告がございます。はい、ですね、仕事を辞めました。早ない？はい、というわけでですね、片付けもしていかなきゃいけないですし、やることたくさんなんだよね。はあ、ね、夏も来てるよ、もう夏だよ、もう夏っていう感じなのに動かないのはあれなので、はい、ちゃんとやっていきたいと思います。キャンプがあって毎年毎年それに行ってるんですけども、ただここからキャンプの日まで結構にすがって結構空いちゃうんですよね。そんなにゆっくりしていられないですし、もうそんなブー太郎してる余裕もないですし、子供もいる、家庭がある方が多い中、キャンプして働いて収入を上げてる方が多い中、私は何をやってるんだっていう、なんか自己嫌悪系のこういうの感じなのね。私ダメじゃんっていう感じに入っちゃうので、ゾーンに入っちゃったら困るから、参加できない可能性大だなって思います。わかんないけどって言ってキャンプ参加してたりするかもしれないですけど、そんな感じですね。はい、もう暇を持て余した民族でございました。はい、まあこのまま遠くへ行くのもありかなと思っております。帰っておきます。はい、多分もうね、わわわわわって感じですけど、というわけで、はい、そんな感じです。何をするかはまだ決めてないですけど、今までみたいな働き方じゃない働き方をしていきたいなと、時間に追われる生活をちょっとやめようかなと思っております。あまりまとまんなかったけど、まあとりあえず帰りますっていうことです。はい、それではバイビー。これからが私の人生の第一歩ですね。